あの妙な光の玉は一体なんだ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは気圧の気だ。クリリンさん、あれ降りろ。ご飯下に降りて隠れるんだ。おい、やじろべ。あんバケモン誰だと思う。サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、シュンガン。じゃあそんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。平を上に向けて集中させてくれ。玉ができる。出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそー。あんなに動かれちゃ
俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。
間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度奴と戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おーい、大丈夫？ソン君、ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんなやられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん、泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまって、もう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z、 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。だな。わかっただ。それじゃあ行こうかな。頑張るだぞ。
ックでもなんとか勝てそう。マイトークに行っちゃダメだよね。ありがとうございます。修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せなんだな。
の体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。分かった。僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目にあってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん。ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん。そうだね。ふふ。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。おーい。ん？この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ。よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。気をつけるんじゃ。わかりました。用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。
ご飯よ。はい。父さんとここに来てからいろんなことがあったな。こんにちは、亀仙人さん。お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出ていてな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしてある。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。ぐふふ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました。探してみます。街に来るとドキドキするな。